はい、こんにちは。アレクセンニコーチの矢島です。まあ、あの、2020年度、まあ、令和2年のお司法試験と予備試験が、まあ、コロナウイルスの影響でね、試験延期されまして、で、なんかしばらくね、試験の日程がこう出なくて、まあ、いつこうね、出んのかななんて、こう、気が気じゃないような状態で、こう、長くね、えー、こう、待たされて、で、ようやく、こうね、あの、延期のね、日程が決まり、延期後の日程決まりましてね、で、まあ、司法試験はね、あの、8月、まあ、12日から始まって、で、16日にね、こう、終わると。で、予備試験のね、担当試験が、この、まあ、司法試験なの,の、 毎年こうね、えー、担当試験の、まあ、問題が一部共通してる都合なのかね司法試験の、えー、最終日の担当の試験の人ね予備試験の担当の日があってますけども、まあ、あのお今ねこういうような状況になってますでまあ当初あの、えー、5月のね試験に合わせて、まあ、こう勉強のね計画を立てて進められてきた方にとっては、まあ、約ね3か月もこう先になってしまうので随分勉強のねペースが乱されてしまったんじゃないかと思うんですよね。こ、まあ、ここははでもねもねうあのそういうそそいににに決ままっってしまったからにはそこに合わ させてこうやるしかありませんので、で一つまああの勉強の仕方もしね迷われてる方がまいればね、まあ、もちろんあの自分でもこういうことをやるって決めてるんであれば、それはもう自分を信じてねあの。 勉強続けていいいいくの,があの一番いいと思いますねでもし何か今ちょっとこう勉強の仕方困っちゃったなっていう方はねあの一つのまあ方法として私の方からね提案をえさせていただきますと、まあ、あのま,あまず試験にはねこうインプットですね基本知識のまあインプットとそれからまあやっぱり論文が最終的にはねあのこう大事になってくるので論文対策もこうやっていかなければいけないとでそういった時にまあ知識のインプットに関してはまあ皆さん何らかの形でこうインプット用のテキストをねあのお持ちだと思うんですけども、まあ、それをねこう 繰り返しまあ大事なところをこう中心にですねまあとにかく試験の日までこうね8月で3ヶ月延びてしまったので試験の日までこう記憶をねこうまあ薄記憶にね薄れさせないようにするためにまあちょっとひたすらここは繰り返しこうねえまあたまにこう計画的に見ていくっていうような勉強をねしていっていただければという風に思いますね。あとは、まあ 担当試験はね、若干こう、論文試験の知識と比べて細かいところがまあ,あるので、まあ、結構、こう、比較的忘れやすいところだと思いますのでね、まあ、そういった点で担当の過去問試験なんかも、まあ、ちょっとこう、心配な人はね、定期的にちょっとこう、計画的に、まあ,あ、こう、決めてね、自分でこう、どれぐらいやるのかっていうのを決めて、まあ、計画的に解いていっておくといいかな、というふうに思うんですね。で、あとは、まあ、論文対策ですね。まあ、司法試験はもちろん論文がね、いきなりこう、8月にあって、予備試験はまあ担当後に、まあ、そのね、担当合格された方に、その先また論文がある、え、ー 感じになりますけども、まあいずれにしろあの論文なんていうのはね急に書けるよりないから書けるようになるわけじゃないからやっぱこう早めに対策をね立てておく方が絶対いいんですよね。でそこでまあ,あの基本的にはやっぱこう過去問をねやるのが、えー、まずは一番あの、まあ、いろんなこうね、えー、論文試験の対策の仕方っていうのはあると思うんですけど、まあ、まず少なくてもね過去問は やった方がいいですねで特にあの、まあ、この試験の、ね、直前期なんかはやっぱこの直近の試験からねさかのぼってこう何年か可能な限りね、えー、こう自分で、えー、答案時間を測って、まあ、あこう解いてみたりとかねでさらにこう、まあ、あの繰り返しねあのその問題文別に覚えちゃってもまあいいんですけどその問題文を覚,えた、まあ、覚えてしまったんだけどでもそれでもね毎回その問題文の形式をまあ問題文の、ね、そう素直にまあ読んで、まあ、問題文がこういうふうにあのこう、ね、書かれてるからだからこういう形の答案を書かなければいけないんだってお前のを毎 1一回こう考えていけばいいんですよで、そうすると。 まああの同じこう問題をねまあ繰り返しこう答案書くんであってもえ前にできなかったことがこうさらにこうねあのその後書いたときにできるようにあのなっている時があると思いますでそれってあのそれはその人の学力がねまあその論文試験的な学力がまあ上がったまあ証拠になると思うんですよねでそうすると本番の試験ってやっぱその問題文とその六方しかまあないわけででまあそのね他人が書いた答案とかあと過去にこう自分がまあ作っておいた答案とかそういうの当てになんないっていうかまあそういうのないわけですからまあ本当にその問題文 を素直に読んでね。でこう。文章がこういう風にあの書かれてるから、こういう答案作んなきゃいけないんだっていうのをまあ、自分で考えなきゃいけないんですよね。だけど、普段あのそういうことをあのこう。過去問使ってね。やってる人はそういうことはあのやってない人と比べてまあ、本番の試験でね。あのこうまあ、こう問われてることにこう答えやすいね、えー、感じになると思うので、ま是、あ、非あのそんな感じでね。直近のまあ過去問から可能な限りこう遡ってね。で、何回でも,も問題も問題も覚えちゃっても。 いいいので、まあ、そこは何回かこう書いてもらうとで特にあの司法試験のねあの方はあの出題の趣のほかに採点実感っていうものをねあの法務省の方からこう毎回こうねあの法務省のホームページの方からあのダウンロードこうできるようにあのしてくれてるんですけど採点実感っていうのはあの試験講ーサインが将来の受験生に向けてねこう どういういいい答案がいいのかあるいはどういう答案が駄目なのかっていうことを分かってもらうための、まあ、メッセージ、まあ、要は将来の受験生に向けたメッセージっていうかあのコンセプトでまあ出してくれているので、まあ、あの答案自分で書いた後に必ず採点実感とね、まあ、資材の詩もまもそうだけど、まあ、特に採点実感と照らし合わせてで自分ができなかったことをねあのそこをちょっとこうチェックしてでそこを次回克服。 できるようにね、していくと、まあ、やっぱそういうことをやんない人と比べて、まあ試験交差員がこう、えー、問うね、えー、ことに答えやすくなってくるんですよね。まあ結局受験って相対的なものだからね、えー、100点満点、絶対値で100点満点なんていうのは取る、取る必要ないわけですよね、受験っていうのはね。まあ結局他の受験生との関係で自分がどこまで上に、まあいけるかっていう話なんで、なんで、まあ可能な限りね、まあ試験ってやっぱ試験交差員の、えー、試験交差員がまあ問題作ってね、で採点するわけだから、まあやっぱそっちの考え方にあ 合わわせていいい、ね、いかなよよりは相対的にいいわけですよねでそういう意味で採点実感しっかりやっていくとあとあの予備試験の受験生もねあの予備試験の方を取材の指出してくれるんだけどあれちょっと短すぎて結局どういう答案がいいのかってよく分かんないんですよ。でそういう時にやっぱ司法試験の過去問ね、まあ、予備試験の過去問やって余裕があったらあの是非司法試験の,あの過去問の方もねあの直近のやつから。 やってもらえるとね、えー、いいかと思いますね。でそうすると結局あのどういうねその法律の試験ではどういうことをこうね、えー、書いていかなければいけないのかっていうのがあの採点実感を分析することによってあのよくわかると思います。あとあのまあこれは、えー、最近の傾向なんですけど試験講師員が司法試験と予備試験の試験講師員あのまあ全く同じ人があのこうやってるんですよ。その科目が一緒であればね。だからそういう点であのおそらくねその試験の問題作ったりとか採点する人が結局同じような考え方とかね同じようなこう視点で問題作 作ってくるからね、問題作ったり回答を採点してくれるから、まあそういう点であの予備試験の受験生もね、あの司法試験の採点実感分析すると、ますごくいいかなっていうには思いますね。で、司法試験のまあ、受験生はもちろんね、採点実感は必ずあの分析しておかないとね、まあ、結局出題者が何を求めてるのかがわかんないままね、あのその出題者が作った試験を受けるなんてのはあの本当に無駄が多いはずなんですよ。で、結局それをね、あの採点実感分析しない人と比べてかなりこうね、劣ってしまう。 ののは間違いないなと思うので、まあ、そういう点でこう残された、ね、あの試験までの期間はまあ過去問をしっかりとこうやっていってねで特に採点実感をまあ重視してほしいなと。 っていいう,うに思いま,す、ね、まああのなかなかね夏もうこう暑これからねあの季節が暑くなってきてこうね勉強も大変になってくるというところね大変だと思うんですけどねまああのもう最後のねもう辛抱だと思ってねあの試験まであともうちょいですからねまあなんとか、えー、頑張ってですねでいい結果を出せるようにですねまあ心からあの記念しておりますまああの私の方レックの方でねまあいろいろイベントあの無料のイベント等をあのやることもありますので、まあ、あのレックのホームページとかねあとツイッターレックの方であのツイッターで まあなんか司法試験課の方からいろいろね情報流してますけどもねまあそういうのであのちょっと情報収集もし余裕があればしてねレックの方にですねあるいはまあウェブの方で何か無料公開用の講座を載せていたらまあそちらの方ですねご視聴いただければというふうに思いますねじゃあそれではね試験の方をぜひ頑張っていってくださいじゃどうもね今回はここでお別れしますどうもご清聴ありがとうございました